さあ、お前の罪を数えろ。はい。はい、こんにちは、勝又博物館です。ということで今日は仮面ライダーダブル、分かりやすいように登場いたしましたけども、今日は10月15日ということで、ついにやってきましたね。 CSM ダブルドライバーのバージョン 1.5、 詳細と抽選予約受付開始ということで、このビューティービーストのね、ジャージ、これのレビューとかもまだ追いついてないんですけども、全然やれてないんですが、まあ後にやりたいと思います。まあ多分誰も動画上げてないのでね。で、何かというと、10月15日11時より10月23日23時まで抽選申し込みの期間です。ダブルドライバーのね。で、今回はイベント会場、イベント当日会場受け取りのみ、配送なし。対象年齢は15歳以上ということで、イベント当日に本人確認書類にて本人確認を行います。これね、ガチでどうせしないっしょって思ってる人いるかもしれないけど、ガチでするから、バンダイマジ。この前のエールストライクじゃないか、ストライクガンダムだったかなの受け取りの時、あ、こんなに厳重に本人確認するんだって思いましたね。まあそういう、まあ転売とかいろんなことを防止で多分やると思うんですけども、詳細発表ということで、当選発表はいつなのかな。当選発表後、プレミアムバンダイにて事前購入、あ、15歳未満のお客様は商品の購入受け取りはできません。当たる確率高いんじゃないこれ。ということで、ザ変身イベント開催記念、コンプリートセクションモディフィケーションダブルドライバー復刻版発売決定ということで、どこが変わったかということで、まず皆さんが気になってるであろうお値段の方から。前回多分これね、1万円だか1万2000ぐらいなんだよね。当時ね、2014年だったかな、これの発売が。確か2012年だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけども、2013年だ、ごめんなさい。2013年に第1弾としてこれが発売されました。で、値段今回1万6500円ということで税込みでございます。まあ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 、安い、まあまあって感じかな。で、じゃあ何が変わったか、劇中プロップを参考に CSM ダブルドライバーから塗装色、そして塗装範囲をリニューアルということで、汚し塗装は行っておりませんと書いてあります。まあどこかここら辺のね、ドライバー本体の塗装が変わってるということで、なかなかでもそういうのはね、難しいよね、わかんないよね。で、次、この中ですね、中ベルト帯、この中の帯、これ黒いやつ、これが今現行の CSM で使われているナイロンの素材になります。これ革っぽいんでね、本当にナイロンの素材になります。一番簡単なやつ、はい。で、両サイドのベルト帯の着脱が可能、これ最高ですね。CSM ダブルドライバー、ここの着脱しかできませんでした。これね、こっち側はできません。それがちょっとの可動しかできなくて、なんて言うんだろう、ネジでね、外さないと多分取れない。だからこうやってなんかやりたいときは手で隠さないんだね、こう帯をっていうような感じだったんですけども、こっちも着脱が可能になると、まあ便利ですよね。そしてポイント3、ガイアメモリの装飾をリニューアルということで、リチュープロップを参考に一部成型色、塗装ステッカーをリニューアル。ステッカーはなんか同じサイズ比率まで拡大、プロップと背景の細かい文字もプロップと同様に見える、はっきりと見えるように変更ということで、この後ろの文字ですね。あとボタンも劇中プロップ同様シルバーに塗られるみたいです。ここのボタンね、全然そんなの俺そんな細かいところまで見れてなかったんですけども、まあ、シルバーに変更。そしてガイアメモリの端子塗装もリニューアルということで、この端子シルバー全部一色になってますけども、四角い穴が2つあると思うんですが、ここね、これが黒く塗られるということみたいです。まあ一応ね、このホームページに載ってる詳細はこんな感じ。ちょっとブログ見てみようか。ブログ更新されてるかどうか。いや、更新されてないね。10月7日、イベントのこと、ダブルドライバーのこと、デスメライザーのこと、デルタギアの音声認識のことって書いてある。あ、あった。CSM のメールアンケートなどで再販してほしい商品を何度か記入いただいたことありましたが、その中でもダントツの再販希望数はこれ、ダブルドライバーということで、
持っていらっしゃる方も少ないのではないかなと思います。その点をなんて読むんだっけこれ、イベント開催記念復刻という手法でより多くの方にお届けできればと思い、このような企画となりました。ただしただの復刻版ではありません。バージョン1個と銘打たれているので一部仕様を変更して発売となりますということで書いてあります。はい、で、これね抽選販売なんですけども、ちゃんとねその後は一般販売もあります。一般販売もある、これ大事。この後一般販売はいつだったかな、当選発表10月24日。うわー俺あれだわ、多分魂ネーションズ行ってるわ、東京にいますね。うわこれもうデジャブじゃん、デジャブー、これやばい、どうしようどうしよう、デジャブってる。前回さ、ゼロアンドライバーの抽選先行販売の時に外れたじゃないですか。で、あの時俺名古屋に遊びに行ってて、でブチギレして炎上したんですけどまたそれでさ俺さ外れてさ東京でさブチギレしたらさバカ炎上するじゃんまたこれ得意だもんな俺、本当に大好きだもん。ご購入時前払い制ということで、まあ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 一般販売もあるので外れても買えはする。ただただただ YouTuber はね鮮度が大事ですから、本当に鮮度が命なのでね、やっぱりここでね当たるか当たらないか、先に手に入るか手に入らないかで、まあ絶対的に大きく違うというその使命に駆られながら今回も応募したいかなと思います。いやでも本当にねプレ版のね抽選当たんねえんだよ、マジで当たんない。あのつい最近ソーソーガンダム、メタルロボット魂のソーソーガンダムが当たったけど、それ当たる前までは2年前ぐらいまで当選がないんだよね。さあということで、こちら会場受け取りコンプリートセレクションモディフィケーションダブルドライバーバージョン 1.5 確認画面申し込み、はい、応募いたします、いきます、応募する、はい、ということで応募完了いたしました、完了いたしました、メッセージ来ましたね、早い、プレゼントキャンペーン応募受付完了、当たった人しかメール来ないから、今回は当たった人しか来ない、残念ながらとかないから、なので外れたらこのマイページ、マイページの抽選販売ってのがあるんだよ、マイページにこの抽選販売ってあるんだけど、これを押すとほら過去に何を応募して外れたかっていうのが分かって、一番上メタルロボ、さっき言ったソーソーガンダム当選で、ブリザードナックル落選、ゼロワンドライバー落選、メタルロボ対リュービーガンダム落選、そして、メタルビルドストライクフリーダムソウルブルーバージョン落選、デジモンアドベンチャー等身大ぬいぐるみテールも落選、美少女戦士セーラームーンスティック&ロッドムーンプリズムエディション落選、仮面ライダーエグゼイドドレミファビートガシャとポッピーピパパポバージョン落選、他にもプチキャラランド美少女戦士セーラームーンアイスクリームパーティーアソートセット落選、マジで外れまくってる。その前が2015年2月10日レンジャーキーセットムービーエディション当選、4年も経ってますねその前は G-SHOCK ガンダム35周年記念落選落選で、魔界稼働ライゴー落選、その前が2014年にミッキー&フレンズの超合金が当選ということで、めちゃめちゃ外れてんね俺こう考えると。でも聞いたところによると、なんか過去に買った商品のもう一回抽選販売っていうのは購入履歴が残ってる人はまあ当たらないっていう噂を聞いたことがあります。なので、まあ、今回の場合はあー当たんないかも。そう考えると CSM ダブルだって俺これとこれ持ってるもん未開封、もうバッチリ未開封、これもう佐川から届いて本当の未開封なのよこれ。だから当たんないかもしんない、2つ購入履歴あるもん。でこれね開けようと思ってるんですよ。なんでかっていうと僕のねもうこれジョーカーメモリー遊びすぎて音がすごい小さいんですよ。今もう電池抜いてあるんであれなんですけど、ジョーカ
ぐらいしかなんなくて、普通じゃジョーカーってなるのがジョーカーしかなんないから、このためにはもうこれを開けるしかない、これを開けて比較するしかない。はい、ということでもうちょっと嫌な未来しか見えないので、先にちょっとネガティブなこと言っていく。あ、でもちょっとまだ俺今月超ついてるんだ、めちゃめちゃついてる。ねイベントすごいイベントの申し込みが3件連続で当たってるんですよこの10月。でもちょっとヤバすぎるんでちょっとまだ言えないんですけど、そのイベントが終わるまではもうねちょっとね死んじゃうんじゃないかなってぐらい運を使ってるので、まあ次魂ネーションズのプレビューナイトが当たるか、そしてその日にこの CSM ダブルドライバーが当たるかどうかっていうのは分かるので楽しみですね、いろんな意味で。はい、ということで皆さんもね、まあ15歳以上の方だけですから、これあの応募はできるかもしれないですけど購入受け取りできないですから当日ね。なのでまあ応募者数も少ないと思うので、わかんないけど15歳以上ってなかなか言うても幅あれだからな、そんな狭まってないからな。はい、ということで CSM ダブルドライバー 1.5 でした。予約受付抽選、それではまた明日。